お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは？尖閣諸島侵入にアメリカがブチギレ激怒。中国に思わぬ大誤算。をお送りします。1895年から100年以上日本に編入されている日本固有の領土である尖閣諸島。1969年の海洋調査で尖閣諸島周辺に産油国イラクの埋蔵量に匹敵するのではないかという大量の石油が埋蔵されているかもしれないと分かってからの尖閣の領有権を主張し始めた中国への牽制は日々激しさを増しています。中国の船による尖閣諸島海域の航行は2020年4月14日から続いていて、2020年7月2日から3日にかけては約30時間も連続して領海侵犯をしました。もちろん中国の尖閣諸島近海への領海侵入はたくさんあるのですが、この領海侵犯によって中国がアメリカを怒らせてしまった件について今回解説していきたいと思います。中国としてはコロナ禍であっても関係なく中国の海洋進出を海外へもアピールしたいのでしょう。しかしその行動は日本だけでなくアメリカも苛立たせてしまいました。ポンペオアメリカ国務長官は2020年7月8日の記者会見で中国が近隣諸国と抱える領土問題について言及しました。具体的には、中国にとっての隣国ブータンと争っているヒマラヤ山脈、ベトナムの排他的水域、日本の尖閣諸島についてですね。これはアメリカがインド太平洋における中国の強硬な姿勢に関して近隣の領土問題を一つの大きな問題として捉えていると受け取れます。2020年6月インドと中国が互いに領土として主張しているカルワン渓谷で中国軍とインド軍が衝突しました。インド軍の兵士20名以上が亡くなったと報じられているこの衝突、インドと中国の衝突で被害者が出てしまったのは実に45年ぶりのことで、事態はとても深刻な状態であると言えます。7月に入ってからの南シナ海に対するアメリカの動きを見ていると、日本の国務省とアメリカ国防総省の密な連携がうかがえます。ポンペオアメリカ国務長官の声明では南シナ海に対する中国の主張を完全に違法だと強く言っただけでなく、2度もアメリカ軍の空母ニミッツやロナルド・レーガンが南シナ海で訓練を行いました。発言だけでなく行動でもアメリカの中国への苛立ちがわかりますよね。この状況下で日本が取るべき方針は何でしょうか？やはり自国の領土は日本が主導権を持って守っていかなきゃいけませんよね。尖閣諸島を守る抑止力としてやはり強いのが日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用です。これを根拠にアメリカは日本の領域で日本と共に防衛行動を行うことができます。アメリカが尖閣諸島は日本固有の領土であると認識しているからこそ、安保条約第5条が尖閣諸島にも適用されるとしています。そのため日本が尖閣諸島で施政権を行使し続けることは、領土を守るためにも日米安保条約の適用を確保するためにもとても大切なことなんです。当事者である日本が尖閣諸島に対して弱気ではアメリカも支援できませんからね。アメリカでは2020年11月に大統領選挙がありましたが、トランプ大統領もバイデン大統領も安保条約が尖閣諸島へも適用されるという認識を明確に打ち出しています。2017年2月にトランプ大統領と安倍晋三総理の間で行われた日米首脳会談後の共同声明の中で、トランプ大統領は安保条約の尖閣諸島への適用を明言しています。トランプ大統領が当選を果たした2017年の大統領選で、トランプ大統領が日米安保条約についてやや否定的な発言をしていて少し心配だった日本からしてみると、
トランプ政権発足後1ヶ月も経たないうちに安保条約の尖閣諸島への適用を明らかにしてもらえたことは、日本にとってはかなり大きな収穫でした。2020年11月の大統領選挙でトランプ氏が敗北し、バイデン氏が大統領になりました。バイデン氏と尖閣諸島という組み合わせで思い出されるのは、2013年11月に東シナ海において中国が防空識別区 ADIZ を一方的に設定してきた件についてでしょう。その範囲には尖閣諸島の上空も含まれていたことから、日本としてはとても容認できるものではありませんでした。その1ヶ月後にオバマ大統領政権において副大統領だったバイデン氏がが来日し、この件について安倍総理と同じ考えであることを表明しました。そしてオバマ大統領も2014年4月に国賓として来日し、尖閣諸島への安保条約第5条の適用を明言しています。バイデン氏が次期大統領として就任確実になった後に、菅首相が電話会談で尖閣諸島は日米安保条約の適用対象であると明言しました。2021年1月にもサリバン米大統領補佐官国家安全保障担当との電話協議においても、バイデン政権でも日米安保条約が尖閣諸島に適用されるという認識を確認しています。民主党であるオバマ大統領、バイデン大統領、そして共和党であるトランプ大統領、直近の歴代大統領が尖閣諸島に関して共通の認識を明らかにしていること、そして民主党が政権を握っても共和党が政権を握っても尖閣諸島は日米安保条約の適用を受けると認めていることは、尖閣諸島へのアメリカの考えは一致しているということです。アメリカの考えが一つで変わらないということを改めて確認でき、中国を強く牽制することができています。尖閣諸島に関してひょっとしたらアメリカが介入しないかもなんてことを中国に考えさせないためにも、自らの手で領土を守ることは日本にとっても尖閣諸島にとっても非常に重要なことですね。日本の領土を守るためには日本自身がより強くなっていくことが必要です。特に重要なのが南西諸島での防衛力の強化ですよね。中国がここまで台頭する以前は、日本が最も恐れる脅威はロシアでした。そのため日本の防衛も北方へ備えることがメインになっていました。しかし近年では中国が幅広く、そして迅速に軍事力を増強させてきていることで事態は一変。このような情勢を踏まえて、2016年に日本の最西端にある与那国島、そして2019年には宮古島に初めて陸上自衛隊が配備されました。これによって沖縄本島より西側の防衛力が格段に上がりました。2018年には日本版の海兵隊とも呼ばれている水陸機動団が設立され、2年後の2020年には沖縄でアメリカの海兵隊と初めてとなる合同訓練が行われました。このように少しずつ南西諸島における防衛力が底上げされてきました。河野太郎防衛大臣が2020年1月に行われた会見で語ったように、尖閣諸島における中国の挑発が今後も続くようであれば、南西諸島の防衛力をさらに強化していく必要があります。尖閣諸島周辺の海域への中国の船舶の侵入が2020年7月22日時点で100日連続となってしまいました。日本政府の抗議に対して中国の内務省の報道官は、尖閣諸島は昔から中国固有の領土である、我々は日本の抗議を一切受け入れませんと述べました。最初にお伝えした通り、中国と台湾が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、1968年に尖閣諸島周辺の海底調査で石油や天然ガスなどの大量の地下資源が発見されてからです。中国は尖閣諸島だけでなく沖ノ鳥島までも自国の領土だなどと言い出すようになりました。
そして中国とインドが国境に関する衝突で多数の被害者を出したのが2020年6月のことでした。中国はブータン東部の作天野生動物保護区に対しても突然領有権を主張しだしています。これらの現状を踏まえてポンペオ国務長官はワシントンの国務省で行われた記者会見で尖閣諸島やベトナムの領海権について、中国は領有権に関する争いを世界各地で行っている、世界はこのような行為を断じて許してはならないと述べ、世界各国が一致団結して中国へ対抗する必要があると訴えました。これまでのアメリカ政府は領有権の争いの時には中立を保つという立場で一貫していました。しかしポンペオ国務長官は中国の海洋進出やインドとの国境紛争で犠牲者を出すような衝突が起きていることなどを挙げ、中国が主権を主張して満足する周辺国はいないと指摘。そして世界はこのような中国の動きに対応するために一致団結しなくてはならないと世界各国に呼びかけました。尖閣諸島は日米安保条約でカバーされるとはずっと言っていたものの、中国と全面的に争うところまで覚悟して日本を支援してくれるかは少し疑問でした。そんなアメリカが態度を変えるほどすごく怒っているのです。日本にとっては絶好のタイミングですよね。自国の領土は自分たちで守るという強気な態度で、政府は尖閣問題の対応や防衛力の強化を推し進めていってほしいなと感じます。今回の一件に関して海外から多くのコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介したいと思います。海外の反応。尖閣諸島に政府機関を多く作り人員を常駐させる、中国に強く対応しないとダメだ。尖閣諸島を守るのは日本、自分で守らなければアメリカは助けない。尖閣諸島侵入でアメリカが怒るとは思えなかった。日本やインドや台湾、他国を仲間にして中国を孤立させたいんだろうけど、それ以上に中国に対して怒っているんだろうね。中国はこの問題について猛クレームを主張しているようだけど、尖閣諸島は確実に日本の領土だよ。だってかなり昔に日本が尖閣諸島の領有権を主張した時に中国は何も言わなかったんだからさ。大量の石油が眠ってると分かった途端に自分たちの領土だと言い始めたんだ。それはさすがに通らないだろう。この理論で言ったら、いずれはハワイあたりまでもが本当はここは中国のものなんだと言い出しかねないじゃないか。1920年に中国政府からの通達で尖閣諸島は日本のテリトリーと認識していることが書かれている。つまり中国は1970年以降にどうしていきなり自分たちの意見を変えたのか説明しなければならない。中国は強盗国家だよ。だって中国はアジアの多くの国から陸と島を盗んでいるからね。もしフィリピンが尖閣諸島を保有していたら、中国はもう攻め込んでいるんだろうな。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、やはり地理的に近い日本国民だけでなく、世界のいろいろな人たちが最近の中国の専横には大きな問題を感じているんだなと改めて思いました。とはいえ、中国は自分のことしか考えていないこの態度で世界から孤立し続けている国です。日本はこれからも外交力を駆使して近隣のアジア諸国とだけでなく、アメリカやヨーロッパを含めた世界各国と連携して共に発展していく社会を形成するとともに、連携した世界各国と一緒に中国を牽制していきたいですよね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。